ライカ、デイズは、ムンコによる日本の4コマ漫画作品。法文社の4コマ誌、漫画タイム2003年8月号の新人4、コマ漫画展に入選した後、同社の漫画ホーム、漫画タイムオリジナル漁師にて連載されている。作者の作品の中では、連載期間が最も長く、漫画ホーム2013年12月号において、連載10周年企画記事が掲載された。 2017年までは大ね年2冊のペースで単行本が刊行されていたこともあり、話数確保も兼ねて、漫画タイムなどの系列誌へのゲスト掲載が時々行われていた。2005年4月号からは漫画ホームの表紙を担当している。漫画タイムオリジナルは2008年1月号から一時休載の後、4月号より再開。 2013年5月号から再び一時救済、7月号より再開。2012年9月26日には、スリーアローズよりドラマ CD が発売された。2015年12月に単行本が20巻に到達するのを記念し、同年8月末から10月中旬にかけて、帯キャッチコピーの一般公募が行われた。2018年には、連載15周年を突破した。 なお、掲載誌や通販サイトでの15周年への言及は、1年遅れて2019年5月から6月初旬に行われたほか、同館の裏表紙の帯部分にも15周年を祝う文章が添えられた。2021年10月には、単行本の関数が30巻に到達した。これを記念して、ブックファースト新宿店にて特設ブースの設営、当店限定のメッセージペーパー配布、 作者の直筆イラスト入りうちわの抽選プレゼントが行われた。懐かしい小学校時代を思い出すという評価、笑いと泣ける話の共存、ライハナと武田の恋愛模様などといった要素が10年以上支持されている要因の一部であると考えられる。天才スーパー小学生である純情少女春奈ライハナと彼女を取り巻く人たちの日常生活を描いたコメディ作品。 サザイさん同様、登場人物は年を取らなく、主人公やその同級生はいつも小学校6年生という設定で連載が続いている。ただし、主人公の男のいとこ二人及び担任教師の失足だけは年を取り成長している時期があった。逆に、本編の途中で死去する人物も少数ながら存在している。年を取らない登場人物も、 こういう関係や性格は連載を重ねるうちに少しずつ変化している。そのため、ところどころで辻褄が合わないケースが生じている。一部の人物を除いて年を取らないことに関しては、作中の登場人物も自覚しているとおぼしき描写がある。主に飢餓たちの学校生活や日常生活を描いているが、ラブコメやギャグの要素が随所に盛り込まれている。 その一方で、友人や家族同士の衝突、いじめや周囲からの孤立など、ハードなテーマを扱った話もある。ライハナの思考から、サンマを絡めたネタがほぼ毎年1回は登場する。サンマ以外にも、バレンタインデーやクリスマスに関するネタは、ほぼ毎年扱われている。単行本十三巻までは、年末年始に親戚が山形の祖父母宅に集合する描写がほぼ毎年。 行われていた。頻度は少ないものの、小6女子ゆえの体の悩みを扱った話もある。昭和っぽい雰囲気を残すと評されているものの、通話シーンでは固定電話のみから、携帯電話を経て、スマートフォンが多くなる、18巻あたりからは、平成後期に発生したブームが扱われる、ごく稀に、インターネットスラングが出てくるなど、平成中期以降の要素が反映されている場面もある。 一方で、体育や水泳の場面では、昭和後期平成前期に多く見られた服装を、連載初期から一貫して採用し続けている。入浴ーーシーンや水泳など、サービスカット的な描写が時々行われているが、単行本20巻あたりからは、やや抑えめになっている。初期は、主人公である、ライハナを中心に話を進めていたが、徐々に、クラスメートや、 周囲の人たちにもスポットを当てた群像劇スタイルにシフトしていった。反面、通常回でも大花の出番の少ない回が単行本11巻あたりからは時々見られるようになった。終盤の構想との絡みもあり、中学生編への移行の可能性は2013年の作者インタビューの時点では否定しているが、2014年からは未来の話も不定期に描かれるようになった。 基本的に漫画タイムオリジナル、漫画ホームそれぞれの各月で独立した話を掲載しているが、両師で同じ時間軸での話を人物ごとに分けて掲載する場合もある。なお、漫画タイムなどでのゲスト掲載の場合は、連載初期の人物関係に戻して描かれることが多い。初期は登場人物が名前で呼ばれることが少なく、ライハナの両親のように頻繁に登場している。 人物でも名前がついてないかあるいは後の巻になってやっと名前が判明している。単行本位1、2巻においてはほとんどの人物に名前がついておらず作者が登場人物に責められている。キャラクターの多くは名前をメーカー名などカメラに関係する言葉から取られている。ただし作中設定としてそれらにちなむ名前ということになっているのは大花派なのみである。 声優はドラマ CD の配役文中で、武田とだけ書かれている場合、基本的に武田昭一のことを指す。主要人物の両親は名前が決まっていても、設定のみ、あるいは一回程度しか名前で呼ばれておらず、作中では、霊霊父と表記される場合が多い。この作品の舞台は、雷花らが通う花丸小学校及び、花丸町が舞台となっている。 花丸町に関しては、花丸町についてを参照。東京や山形を舞台とした回では、実在の施設やモニュメントが登場することもある。本編とは別にある人物にスポットを当てた番外編がある。2017年までの発表文は、原則として、漫画タイムコレクション書出であり、本編とは違いストーリー漫画となっているものが多い。登場人物の過去の話や、 稀に未来の話も題材にされる。オールカラー版以外は2015年頃から電子書籍版も展開されている。恋愛ラボ第8.5巻には単行本題12巻のバレンタイン会を再構築したアンソロジーが収録されている。2012年9月26日にスリーアローズより発売。収録エピソードは単行本題1から6巻、13巻からピックアップされている。 一部、第7、10巻を原点とした要素も盛り込まれている。最終トラックに、キャストからの挨拶が収録されている。スリーアローズラジオ、第1デイズマニアは、2012年10月17日から、響きラジオステーションで配信されていたラジオ番組。各週水曜日配信。なお本放送前の9月22日プレ放送が、配信された。パーソナリティは結城葵と、 寺川学美。全6回で2012年12月26日更新聞を持って終了した。2021年8月26日に作者の担当編集者の手によってツイッターの公式アカウント、ライカ・デーズ・公式が立ち上げられた。過去のエピソードのより抜き、文庫コレクションの表紙イラストなどを公開している。同年10月31日をもって、 新規ツイートは終了した。ありがとうございます。